藤孝恵チャンネルは、はい、永田町の YouTuber として著名な玉木一郎代表のもとに学びに参りました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。伊藤孝恵チャンネル、ようやくね、100回なんですよ。すごいね。あのね、今日はここね、玉木チャンネルやってるホワイトボードなんだけど、すごいよこれ。玉木チャンネルなのに、玉木チャンネルを乗っ取って伊藤孝恵チャンネルね。このホワイトボードに、あの人のところのチャンネル書いたのは初めてだよ。じゃあコラボじゃなくて乗っ取りだよって書いてある。私もちょっと謙虚な気持ちで今日取りに来たんですけど永田町の YouTuber の先駆者ですから計算づくかもしれません。ほんまね、ホリエモンでもこんなことしなかったもん。本当ですか。そうですよ、ホリエモン以上。いや本当にね、あの永田町の YouTuber を名乗った時、代表が笑われてるの私見てたんですよ。そうだよ ね、まあいろいろあって、この玉木チャンネルもね、あ、じゃあこっち伊藤孝恵チャンネル、あ、ここだとどうしてもね、玉木チャンネルの風情になっちゃうんだよね。まあでもね、あの、まあ玉木チャンネル始めた時はいろいろ言われたけど、あのね、ずっとやっといてよかった。よかったですか。なんでかというと、今回の衆議院選挙戦ったでしょ、うん、で、全国各地、一番ね、党首の中で移動距離なかったんだよ。ああ、出てましたね、衆議院で。出てたでしょ、はい、で、行った先々でこう結構人がたくさん集まってくれていて、はい、その中にね、10代、20代の子いるわけ。いた。そうすると、なんで来たのって言ったらね、うん、玉木チャンネル見てきましたとかね、玉木チャンネル見てますよとかね、結構この風貌が似たそうそう、あの男子でしたよね。そう、もう大体男子なんだよね。大体男子だからね、ちょっとね、伊藤孝恵チャンネルに登録してる女子はぜひね、ちょっと玉木チャンネルも登録お願いします。玉木チャンネル今何万人ですか。ね、登録者数がね、もう6万に近くなってきて。6万、うん、あの、いつ始めたんでしたっけ。もう2年前かな。2年で6万、うん、このね、今5万8400人ちょっと盛りましたね。あ、ちょっとね、まあ、四捨五入するとこうなるっていうね。まあでも結構ね、この選挙が終わってからもぐんぐん増えていて、うん、あの、今までなんかね、結構あんまり見られてなかったんだけど、もう満タンで見てるようになってきて。うわー、でも本当だ、3万8000とか。そう、で、こういうなんかね、あの岸田総理がね、はい、あの各会派に挨拶回りするときに、こう、ガソリン上がってるから対策頼みますよとかぶっ込んでるやつとかが、うん、こうみんな見てくれてるわけ。これ、誰がコンテンツ考えるんですか。もう、いや、もう、あの、ぶつけ。ぶつけ。今日も全くあの打ち合わせなしで始めてますけど、はい、じゃあこれを勝手に撮るんですか、自分で撮るんですか。あのね、井山君が撮ったりね、はい、まあ、ちょっとあの撮影だけしてもらったりとか。自分では撮らない。自分で撮ったりもするよ、こうやって。本当ですか。うん、で、これはそのなんかテーマとかあるんですか。玉木チャンネルを始めたテーマ。あのね、テーマはね、ない。あの、唯一あるのは政治を身近に。あ、なるほどね、うん、でもね、これ見てね、あ、結構なんか政治家が身近になりましたとか、はい、あの、政治を勉強するようになりましたとかっていう人結構いるんだよ、はい、その政治を身近にするそのポイントっていうか、コツっていうか何かありますか、うん、我々が当たり前だと思っていることももう一回きちんと説明するってこと。ああ、ちょっとなんかたまに深いことをおっしゃいますね。あ、そうそうそう、あの衆議院と参議院があることをさえよくわからない人はいるんですよ。そうそうそう、あのたまにのとこ突っ込まなかった。いや、それでね、あの、あれだろ、なんだ、あの、あの国会議員になる前の伊藤孝恵のように確かに。そうそう、今ね、こう偉そうなね、なんか参議院議員とか言ってるけどね、衆議院と参議院の差ほとんど分かってなかったんで。いやいや、みんな分かんないと思いますよ、うん、任期の桜は社会で習ったけど、あったあった、4年と6年とかね。衆議院と参議院で仕事の違いって何かあるんですかって言われた時、ああ、そうね、そうでしょう、難しいよね、なんか、うん、小難しい人が参議院に多くて、あ、でも衆議院はなんかこう、なんかやたらめったらこう熱くなる人が多いとか、なんかそういうんじゃなくてね。あ、じゃあ私衆議院向きですね。あ、そうか、やたらめったら熱くなるから。そう、じゃあ林芳正さんみたいにこう暗がえ、ちょっと皆さんビッグニュースですよこれは。ねえな、本当にね、愛知何から出るんだろうみたいな、ドキドキ。いや、今はほら、もう自民党が勝っちゃったからさ、愛知も。私、あの、100回やってみて、どうでしたか。いや、なんかね、生活感あふれていいよね。
そうそう、なんかもう、あれ目的ですもん、大丈夫かと、こう、やたわかも心配してるっていうね、やたわかも参議院ですけどね。いや、あそこまで、なんかこう、身を削らんとあかんのって言われて、私、全然身削ってる気ないんですけど。あ、分かった、維新は身を切る改革、で、伊藤孝恵は、あの、なんだっけ、身を削る動画みたいな。もうね、代表で今日ひどいな。ここがね、ここがいいとこですけど、そうそう、そういうね、やっぱ代表のストレートな物言いとか、その飾らない言葉ってすごい、あの、玉木チャンネルの中でもあるけど、ね、ネガティブコメント結構あるじゃないですか。あ、でも、ネガティブコメントがね、すごい減ったの。最初やり始めた頃なんかね、もうクソリプバレだらけだった。こんなんバカですよね。あ、そうそう、あの、これとね、これとこれとね、はいはい、でこんなんバカだったんだけど、例えばね、最新のやつ見ると、はい、1456がさ、こう、グーグルに対してに、ダメ20だけだよ。私、この1にもなんかへこんじゃうんですよ。うん、ああ、これね。1? 無視無視そうそう。いや、無視。その、あの、私のやつで一番へこんだのが、なんかこれ、なんかその生活感あふれすぎて、ただのプライベート動画じゃん。それで何したいの、政治家の YouTube ってそういうもんじゃないのねっていう。なるほど。すごい きついね。だってね、これね、中島美嘉の雪の花のザ・ファーストテイクのやつだってね、はい、10万いいねがついてるに対して926ダメがつくんだよ。はあ、中島美嘉のファーストテイクのあの名曲雪の花で926もダメついてんだから、多少ついたってね、伊藤孝恵、それはね、受け入れなさい。すごいな。やっぱなんだろうな、代表ぐらいやっぱりポジティブじゃないと、やっぱこの国民民主党の代表できませんね。あ、そう、大体ね、あのね、暗い人はね、やっぱりできないね。そう、人は明るいところを目指しますからね。そうなんだよ、これ。中島美嘉がたまたま今ファーストテイク、どんなキッズもファーストテイク見てるなって感じなんだけど、すぐ出てきました。すぐ出てくる。310万回視聴してよ。で、10万いいねがついてる。926もダメがついてんだよ。あの中島美嘉でさえ。そうか。今日も伊藤孝恵チャンネルは、肌綺麗じゃん。ね、YouTube はラブレター。ダンってなって、これ今ストッキングやめてますから。もうちょっとね、気をつけてくださいね。血だらけ、あんたそってね、もうすぐね、うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。